本当に大阪のお客さんも温かくて応援がすごくあって期待していただいているっていう嬉しさとプレッシャーと入り混じった気持ちで臨んだんですけれども、こうやって最後に笑うことができて本当に良かったなって思っております。そうですね、私がこのスカイブレッドのトーナメントで優勝するっていうことはもう信念としてずっと持っていたことなので、それが実現して嬉しいと同時にずっと考えていたことなので、ある程度の想定はすでにしてあって、そのために今日新しい技をいくつか出したりしたんです。フィニッシュのムーンサルトフットスタンプが今日とアルファフィメルを対戦するために考えて作った技っていうか練習してきた技で、米山さんに出したんですけど、変形の回し蹴りだったりああいったのを見えないところで温めていたりはしました、ね、ただムーンサルトフットに関しては正直モロ刃の剣って部分があって、ムーンサルトをよく使っていたので膝に怪我が多いっていうのはムーンサルトを使う人のセオリーというか定めだと思うんですけど、フットスタンプは余計にもう膝だったり足首だったりものすごく負担がかかって、自分自身攻撃しててもリスクが高いんで、ここ一番って時にしか出せない技だなと今日使ってみたいなと思いました、ね、プレッシャーを力に変える、そういったものを経験だったり今までいろんな出来事がもうリングに立てることだけが嬉しいので、もうプレッシャーなんか感じないで応援してくれる人が一人でもいるだけで本当に嬉しいので、両国が楽しんで応援をプレッシャーなんかじゃなくてパワーに変えて絶対赤いベルトスターダムに取り戻します。安心してください。